でも時価総額上位50企業とかに日本企業が一つも入ってないって面白いですよね。うん、まああれだな、あの衛星とかロケットってのは軍事をもうちょっと組み合わせた方がいいような気がするけどね。日本でもしやるんであれば。いや、その通りで、まあその通りで、うん、今あのちょうどその防衛予算を倍増させるって話あるじゃないですか。そうそう。いや、そこはもう僕たちはそこ取りに行こうともちろん思ってますし、うん、でまあウクライナで戦争始まっちゃったんで、その、うん、戦争反対戦争反対って言ってる人たちが、うん、意外とこう今黙ってるじゃないですか。それは言えないでしょ今。まあ今言えないですよね。いやでもだから逆に言うとそれはチャンスかなと思ってるんですよね。それはそうだろうな、うん、あのなんかね、私ね、ほら、僕たちにいたときにさ、変なことって全部やってるんだけどさ、はい、あの、はい、実はね、はい、衛星をね、国債で打ち上げたことあるんだよね。国債使って。普通はあれね、税財源って言われるわけね。税金でと。ああ、なるほど、なるほど。はい、国債使って、それでもしか失敗したら大変だぞって言われたんだけど、確率考えたらそういうの大事から、だから国債を使って結構やっちゃったんだよね。そうすると結構国債使うと結構簡単に財源集められるから衛星打ち上げられちゃったんだよね。あ、建設国債ですか。建設国債、そう。どうやってやるんですかそれって。あ、ね、高橋さん その時は財務省ですか。そう、財務省。大蔵省。もうみんながブーブー言われて。